基本的にあそこ大阪って、ね、明治圏の地下鉄と、それ震災橋だから、震災橋ですね、上田熊友だからさ。まずじゃあ高橋さん呼び込んでるって感じでいいですかね。じゃあお願いします。良かったです。あ、こっちにね。あ、呼び込もうかなって。ああ、まあいろいろこう決まってきましたけども、うん、ちょっとうちらのじゃあ大ボス、そうですね、今日もいらっしゃってるんで、ここが動かないと動きもならんからね。そうなんですよ。うん、なんかタバコ吸ってること。家庭には内緒らしいんですけど、すげえ先タバコ吸ってました。うん、高橋さんでーす。内緒よ、それでまだ、うん、絶対切らないよ。どうですかね。いや、ね、大阪決まったんでよろしくお願いします。ね、いや、そもそもその名古屋、オペチン名古屋では手応え的にはどうだったの。いやいや、もう最高でしょ。相当楽しい。もう今はね、あれだから、うちの社員研修も兼ねてるからね。してる。え、どういうこと。マジですか。そうよ。スピークイージー、スピークイージー、うちの社員研修からで。そうなんですね。また各地からみんな集まってくるし。ああ、4カ所からね。そうそうそう。なんかやるたびに、重富さんと、うん、なんかこう打ち解けられてる感じがして、うん、嬉しいんですよね。まあ、大阪近いから来るよ。大阪も来てくれますかね。しげちゃうんでしょ。決まったんだよね。もう決まってますね、決定です。いや、あれはでもみんなに飲んでほしいビールです。そうね。もうさっき弁当の話ちょっと出たんですけど、大阪ってそもそもないですよね、ここの弁当。例えば広島だったら武蔵食いたいとかあるじゃないですか。うん、俺らの時代だと大阪ってさ、結構ホールとここしか出前取っちゃダメっていうのが決まってたんだよね。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。うん、そういうちょっとバックマージン的なのがあったのかもしれないけど、だから俺それが嫌でいつも途中でマック買ったりとかして入ってた。ちなみにコレクターズは大阪でやるときは何を。今弁当うちは入れないです。あ、そうなんですか。入れてるの中村屋のコロッケだけですね。ちょっと甘いやつですよ ね、 うまいですよね。南森町のコロッケだけ入れましょうか、はい、70個ぐらい。みんな、ね、スタッフさんもいるからね。うんうんうん、ちなみに僕もライブで初めて大阪行ったときに泊まったのが梅田で、それこそホテル関西ですよ。うん、おー、ホテカン、みんなでちょっと初心取り戻すためにホテカン泊まりますか。いやいやいや、俺ホテカンだったら呼ばしりする。いや、今綺麗になったんだホテカン。いやいやいや、50代だった。いや、でもホテカン結構。あ、じゃあお前だけホテカン泊まれよ。いや、ちょっとでもケンちゃんもそれも味わってほしいから。いや、いいよ。だってホテカンいいんだよ。12時過ぎると支配人みたいなのさ、それまでピシッとやってるのよ。あ、いらっしゃいませって一応やってんだけど、はい、12時過ぎるとランニングなんだよね。ランニングになってたんだよね。いや、ホテカンいいじゃないですか。エアコンつけたらピッてつけるとうーって思うんですよ。あとね、窓開けてもコンクリートの壁なの。あ、で、ね、朝さ起きて窓開けるんだけど、コンクリートの壁だからだいたい天気悪いと思うんだけど、外出るとピーカーに入るんだよね。そうね、アニマルズにはなれないね。それこそホテカンとなんかポテキとかないよ。もうポテキ、ポテキもないですか。ポテキないんすか。 あるか、行かなくなっただけか。いや、多分あるんじゃないですかね。そうそうそう、あれはセットだったんですね。あるけど時々しか出ないっていう話。ポテキのそばのうどん屋がなくなったよね。ああ、それは分かんないです。あ、うどん屋ありましたよね。あった。あそこで僕、政宗さんに昆布うどんおごってもらったんですもん。マジで。あのうどんうまかったっすよね。自分のね、メニューがあったんだよ、そこで。シグネイチャー。うん、何ですか。カレーうどんにきつね入れてもらう。ああ、それ揚げを入れてもらうんですか。それね、すいません、日野翔平スタイルですよ。マジで。はい。俺誕生日一緒なんで、日野翔平。え、マジで。うん、もういつもそれ、俺日野翔平のファンだから、うん、朝の自転車のやつ見てんだけど。ああ、やってるね。うん、あれ、これマジで日野翔平スタイル。うん、やっぱ同じ誕生日、同じ時頃。うまそう。うまいよ。相当うまそうっす。めっちゃうまよ。いいなぁ。俺甘いのダメなの。どん兵衛でも入れないもん。あ、そうなんだ。どん兵衛であれ、酢うどんって食うってこと。酢うどんです。甘い。いや、みりん臭がする。僕、どん兵衛に関しては、なんていうんですか、天ぷらを米にのせて食うし、あと揚げも、うん、弁当があったら弁当の米の上に乗せますよ。めちゃくちゃうまいよ。マジですか。うん、どん兵衛
どうでなんか東西南北の雑誌のやつが出たらしい。赤と緑が赤い狐と緑のタヌキが一番いいですよね。まあどん兵衛派だね。どん兵衛ですよね。どん兵衛と赤い狐違うでしょ。全然違う。違うです。しかも武田鉄矢か山城信吾からの違いだから古いっすね。あれどん兵衛って言ってる声シオンだよね。あ、そうなんですか。確か。しかもあのどん兵衛ってすみません、どん兵衛の話だって。どん兵衛って5分って書いてあるんですよ。あのお湯入れて待つの。 あれ10分やってみてくれってうちのドラムから言われて。指定してる。10分やると本当のうどんみたいな。指定してしてる。じゃあダメだよ、ぬるくなるから。そうなんですよ。10分どん兵衛で。10分どん兵衛。ぬるいのは何でも許さないから。ぬるいの何だったら許すんですか。カフェオレとかも絶対ダメでしょ。ダメだね。コウタロウさんでもコーヒーとか飲んでるの見たことないね。家で飲んでる。アイスコーヒーですよ。家でホットコーヒーも飲むときあるじゃん。いや、家で、あれなんですよ。なんか加藤の、ちょっとこういう話があって、いつも加藤のセブンのなんかあるじゃないですか。パックみたいな。うん。ああ、はいはい。牛乳パック。うん、で、加藤飲むんですよ。うん、で、僕加藤飲んだことなくて、うん、いつも無糖も買っておくんですけど、うん、たまたま切らしちゃってて、うん、それしかなかったですよ、うん、冷蔵庫に。それ入れて飲むじゃないですか。うん、死ぬどれだよ、マイケル。あ、甘い。こんなもの脳みそ溶けるかと思うよ。こんなマジで飲んでんのか。よく糖尿とかなんないですよね。だからこれコンビニのアイスコーヒー買う時もさ、ガムシロ2つ入れる。うわー、すごいわ。結構普通の大きいグラスで飲むからガブガブ飲んでる。苦いのとかじゃダメなんですかね。全然ブラックブラック飲むよ。それが理解できない。全然オペ違う、関係ないから違う話で。いやいやいや、いいのよ。まあということで、そうそうそう、やろうよ、大阪ね。大阪ぜひ、ね、うん。ちなみに、あの上野さんがこの前プソって言ってたんですけど、うん、最後はもう一回広島行きたいなって言ってて。だってさ、広島だけそのゲストいなかったよ。あ、そう、あ、そうね。うん。でも、ちょろっとさ、風の噂でちょっと聞いちゃったよね。はい。だから今まで広島でしょ、そう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 、東京でしょ、名古屋、うん、で今度は大阪行くでしょ、うん、なんかオペチなんかちょっとツアー調べてるらしいのね。宮古島の宮古島、沖縄、沖縄行きたい。番外編でね、ちょっとね、クワトロ関係あらへん。一つも関係ないですよ、マジで。好きなだけで。セントラル、セントラル、桜坂。いや、ほらこの前コネクターズの時に、ね、はい、沖縄の比嘉さんが来てたのよ。うん、比嘉さんがコレクター全然沖縄来てくんないのよって言うから、スミクイシで行こうかっていう話をしたの。あ、うん、そこはどうですか、コウタロウさん。沖縄ちょっと行こうかって、スミクイシでなった。沖縄好きだよ。いやいや、あれね、本当今高いから。あ、そう。なんかもう今もう外人さん、インバウンドどえらいことになってるし、はい、今その宮古が第二空港できたのよ。はいはいはい。なんとか島っていう。下地ね。下地島ね。それで成田だったら超安いん。確か。確か。で、レンタカーさえ手配してくれたら俺運転するからな。これあのパルコ金あるから安くなって。そこはね、さすがカッキーもあいよ、もう出てないんで。大阪の出来次第のところなんで。でさ、じゃあもう大阪パンパンに入れるしかないですよ、だから。いや、だからあのほら、あの源太さんの箱あるやん。はいはい、グッドラック。そうね。あそこまあまあでかいし、機材なんかいくらでも入るし、あそこめっちゃいいよ。ほんで、あの俺の先輩の店行こうよ。そうね、うん、ビッグチーフね。ビッグチーフ、うん、ノーミヤコでしょ。ノーミヤコ。ノーミヤコ。いやー、ミヤコすごいですよ。あの俺そんなハワイとかグアムとかそんな、はい、そのなんて言うんだろう、リゾートとか、はい、そんな言うほど知らないけど、多分宮古の海が一番綺麗。まあそれはね、あのユーミンね。もう行くみたいにしてるんだ。始まったの。始まってる。大丈夫ですか。まあ一つのね、夢として。だって安いしやね。まあじゃあそのためにだから沖縄じゃないわ。大阪を大成功に収めないといけない。うん、大丈夫だよ。タミオさん次第だね。タミオさんも出ることになってますからね。もうね、今。まあタミオさんがあったら。あの和義君とかも言ってみますね。もう全員強いとこ、うん、もう右から左からもう全然声かけて全員出るって言ったらどうしちゃうんですか。逆にまた趣旨変わってきちゃいますよ。そしたらそしたらハワイだよ。スピークイージーハワイ。
あそこのなんか銅像の前で一人だけでございましてとか言ってみてえじゃないかよ。やりたいですね、確かに。銅像って神ハメやん、銅像。そう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 。で、町ブラしようや。お揃いのさ、あれ買ってさ、あムームーじゃなくてなんだっけ、アロハ買ってさ、パンケーキ食ったりとか、パンケーキ食ったりとかさ、パンケーキって行く気になってるもんね、多分もう大阪をだから、もうじゃあバチッと決めて大阪次第だね。大阪ね、うん、で、大阪の次がまた東京になったら、あ、赤を買ってんだってことを、そうしましょう、うん、経費かかれへんから。いやでも高橋さんが誰よりも沖縄に関しては行きたそうだったから、そう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 、これなんかねあるはずなんですよ。だってジェイルの五郎さんとスマッシュの坂田さんとオペチの3人で年一で行くんだよ。そうよ、おじさん3人ってことですよ。おじさん3人で旅行して何 してるんですか。で、ある年、ある年ある日が来たのよ。こうやってもう雨降るからさ、で、はい、でオペちゃん、あの時どうしたの。俺必ず電話かかってくるんだよ、ああオペちゃんから、宮古島から、ああで今、宮古大変なんじゃないのって言ったら、おうおう、3人でビリヤードとカラオケしてるっつって言った卓球ね、卓球ねおじさん3人で、面白いですかそれ、うん、これね、もう10年以上続けてるんだけど、あ、なるほどね、意外と楽しいのよ、肉食ってね。ジャッキーステーキですかそれ。それ本当だね、本当だから宮古はまたちょっと違うんだけど、ジャッキーももう並んでくれねえよ、今は。先週食いましょう、ジャッキー。僕あれが好きなんですよね、あのタコス、そうそうそう、買ったやつ、タコスが好きなんですよ。タコスとハンバーグ美味しいよね。ハンバーグですか。ハンバーグ、ハンバーガーも美味しいよね。うまいよ、ハンバーグ美味しいよね、安くてね。タコス、まあ、あと味噌汁ね。味噌汁でっかいですね。味噌汁、あと謎のスープ、謎のスープ何ですか。あ、メリケンコスープでしょメリケンコスープうまくなんですよ、味ついたの。え、味ついたの白いやつ、白いやつか、そのやつ、あー、なんかポタージュでもある。そうそうそう、あれが薄いのか、胡椒とタバスコ入れる。そう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 、それあれだ、あのドライブインのとこにもあるやつだ。あ、そうだ、クラムチャウダーですよ、それ。はい、そう、今、あの、そのスタッフサイドがもう沖縄の憧れてる顔に今全員なってる。でもね、みんな行きたいと思うよ。そりゃそうだ。じゃあだからこういうことですよ、みんなで沖縄行くために大阪のスピークイージーをバキッとやるっていう、まあ、あとが秋原さんがどう出るかだよ。あのね、新幹線代より安いんだから。あ、まあね、飛行機はね、ちょいちょいさ、その情報も入れてくるってことはもう俺だけど、あのメンバー分の俺車出しますよ。成田まで俺車で搬送しますよ。送ってくれるってことですか、うん、どうですかそれ。だったらいいですか、沖縄決まったら。いや別にいいよ。いやだからだから違う違う、新宿の次なんだっけ、代々木行くのと名古屋行くのは一緒だから、沖縄も一緒だよ。じゃあ行きましょう大阪。じゃあすごい、がぜん大阪なんか成功させたくなってきたね。いやもう絶対成功させたいですよ僕は。いや一番安いの2月とか。そうね、2月は泳げないですか。泳げないと12月は気合が入ってると泳げる。だからでもウエットスーツ着れば泳げるんだウエットスーツ着て泳がなくてもいいからね、いればいいんですもんね。オペシがス、いやいや、ウエット着たらもらわない。いやだよね、みんなでビーチでさ、バーベキューとかね。寒そう。いや寒くないんだよ多分え、ノー沖縄。いや沖縄潜在行ってるよ。でも最近もうしばらく行ってない。本島、本島でね、本島でだ、10月ぐらいに行って覚えてたよね。ずっとクール入って、だから宮古でしょ、オペ中、あのほら、ツテもあるしさ。確かに、もう寝ないで大阪行ってライブやった思い出しかないんすよ、だから、うん、全然いい思い出が今ないんすよ。大阪、沖縄、沖縄、沖縄、まあ、逃げても食ってさ。翔ちゃん、食べたいな、このレモンサワーちょうだい。まあでも、大体あのイメージ、僕がイメージできたら、うん、カッキーさんも多分イメージできてるはずなんで、うん、これで多分大丈夫だと思います、うん。あとこれスピークイージーバンドテーマ曲作るとかね。ああ、前も言ってました。そうそう。物販作る？それもうやりますかちゃんと。売れちゃったりとかしたらさ。ああ。そうそう。ね、コートロさん肯定しやるよね。ない。もちろん全然大丈夫で。あ、契約が大丈夫ってことですか。肯定しやるとめんどくさいから。大丈夫。ショットなの。じゃあすぐ作りますよ。ね。じゃあお前ちょっと曲作っといて。
なんなら今ギターあったら今作れるぐらいですけどこのリフでいきましょうみたいな。細かいのダメですよね、コード細かいのね。ダメ。なんかさ、メロのやつがいいな。スピークイズイ。うん。どういうメロっすか、ちょっと、あの。いや、でも、吉高、吉高。ウォンチューみたいなの、ね。歌もんなの？歌もんですよ。歌もんなんだ。で、そうは歌えばええが。俺、高中真似してきた。誰が虹伝説や。誰が虹伝説や。高中雅之さんの曲とかでどうやって作るんですか。僕ああいうのインストの曲とかどうやって作ってんだろうってみんな思うんですけど、パートを決めるんですか。俺が作った時は、まあ、メロディー、あの最初カラオケっていうかギターでコード進行で作って、はい、そこにアドリブでギター弾いてテーマ考えてそれを録音して、はい、それをちょっとキーボードの人にアレンジしてもらうっていうタイプだったね。じゃあ2曲入りで1曲はインスト、いいですね、インストで1曲はじゃあその歌物、うん、だウォンチューってことはあの内田裕也さんの決めてやる今夜みたいな曲がいいですよね。あ、いいね、いいね、バッチリじゃん。あ、そういうのでいきませんか。いい、ジュリーのあれもいいじゃん。今夜はあなたのシャインを振りかけて、なんでしたっけ、知ってますそれ、心までですね。そう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 、ああいうのがいいな。どうすか、作る、そういうのがいいんじゃない。で、機材とかめんどくせえからサウンドクルーでやればもう一発で、うん、サウンドクルーではもう絶対完璧だよ。1日で2週10月に売りはしないですか。いやいや、できたら売ったら、うん、資金になるよね。いつ、じゃあこの1週間でちょっとやる、うん、ますんで、うん、お前沖縄のためだと思えよお前、はい、この1週間であの土台は僕が出して、うんうん、でこれいいか悪いかっていうのを、うんうん、まず兄貴たちと、うん、あのケンちゃん判断してもらって、うんうん、でそれでいけるってなったら、うん、もうだから8月レコーディングできる日あります。スケジュール9月にしようよ。9月か10月はどうですか。9月はどっかあるかもしれない。1日でも、うん、あ、それいいっす ね確かに。ジャケットだって今さ、音を入れてミックスまでできたら、うんうん、もう下手したら1週間後には売れるからさ。ちょっと今何にもないところからだと難しいんで、タイトルだけ決めてもらっていいですか。その曲の渋谷が噛んだ方がいいわな。なんでもいいですけど、なんかタイトルください。飲み屋さんじゃない渋谷ってんだぞ飲み屋さんじゃない渋谷ってことですか。うん、だから俺らはやっぱり飲み屋さんが生きとるさカテゴリーと俺らが生きてる渋谷ってちょっと違うじゃん。うん、だから山賀とか思い出してよ。山が変えてみます。ああいう感じで。そういうのちょっといっぱいください今。味塩も思い出してよ。味塩って何でしたっけ。山賀の味塩ね。かけただけの、はい。山賀の味塩かけたい。変えてきます。あと何やろね、渋谷ってまあクワトロのことをちゃんと。だからセンター街抜けたらライブハウスがありますみたいな。凋落っていうキーワードもありじゃん。タイトルだけ欲しいですね。曲のタイトルだけ。今日クワトロ、今日クワトロで5時だよ。本当にいいですかそれで。いや、ダメ。それタイトル大事だから、そんな簡単に決めた方がいいよ。うん、お前ですか。じゃあお前のセンスでいいよ。じゃあノンタイトルで作って、うん、タイトルは別にその極端に言えば歌詞と関係なくてもいいから。ああ。うん。じゃあクワトロパート1とかでもいいわけや。じゃあちょっとまずで1ここ1週間ぐらいで送るんで、うん、リフものと、うん、あと歌ものとインストものは僕でも書けないから、コード進行だけでもいいですか。インストは別になくていいよ、歌も2曲でいい。本当ですか、うん、でもそうなるとソウルの負担が、いやキーボードがいないからちょっと、うんうんうん、インストは不可能だ。いやでもギター2人いてるから、はい、いやなんかねあるはずですね。で、テンポはどうですか。テンポ、それはお前が書きやすいやつね。ただ僕が新曲書くみたいになってるからちょっとそこは欲しいなと思って。そうテンポはこのぐらいでよ。お前が書くことになってる。いや僕が欲しかった答えは、いやこのテンポ感でこんな感じでさ、この曲みたいなのを作ってこいって言われたら、うん、はいって言えるんですけど、何にもないとこだとただの自分の曲になっちゃうなと。ええよ、アイオンチも出たし、決めてやる今夜も出たし、うん、じゃああの86のリズムの曲とか1曲作る、うん、
りましょうか。決めてやる声もウォンチューもそうですよね、三連ですもんね。そうだね、ああいうやつ、うん、ロッカバラードみたいな、うんうんうん、大丈夫で、あとはめちゃくちゃ速いやつでいいじゃん。まあ俺らだったらもう1日で2曲カンパケだよ。でいけるかな。全然いけると思うんだけど。え、アナログ版出すの？アナログ売れへんかな。CDR でいいよ。あ、そう2000。 CDR2000 って高いんすよ。マジでお祭りのあの食べるぐらい原価安いですよ。いや、ちゅうか、あの沖縄の話になったらガゼオルコの背中がこう前に出てきてるよね。どんだけ行きたいんだって話になってくる。みんなで行ったら楽しいだろうなと。いや、そりゃそうだよ。オペチが焼く肉想像してよ。うまそうっすね。え、ステーキ屋とかないの？宮本。ありますよ。あるし、だったらもう海っぺりで。俺ね、バーベキュー苦手なのよ。あ、だから。そうなんすか。え、なんで？外で物食べるの嫌なの。あら、あんまり好きじゃない。落ち着いて食いたいですね、で風邪でこんなになってると食ってるのすごい嫌なのよ。じゃあテント立てますよ。よし、じゃあでも収録ぐらいはいいですよね。あ、全然それは全然、うん、できる、絶対。ちょっとじゃあ9月のスケジュールだけ、うん、もうちょっと一回すり合わせましょう。はい、9月ね。もうこの1週間でマジで書いてくるんで、うん、じゃあこれでこの1曲でみんなを都に連れてきますんで、よいしょ。すごい話になったな。じゃあ収録はもうブチブチ大丈夫です。はい、お疲れ様でした。